キラクッキング。ゆき先生、はい、キラキラクッキングのインスタグラムにリクエストコメントが届きました。いいですね、ありがとうございます。中華の五十嵐さんに聞いていいのか分かりませんが、最近筑前煮にハマっています。何か変わった作り方や味付けや具があれば教えていただきたいです。了解です。もうじゃあもう我が家の筑前煮でいいですか。もちろんです。もう本当なんか私が作るからなんか中華風になったんですけども、作ってみたい。お願いします。はい、今回はリクエストにお答えしてみゆき特製中華風筑前煮を紹介します。材料はこちら、椎茸やごぼうなど筑前煮定番の具材に、中華風ということでみゆき先生のレシピでおなじみの中華スープなどの調味料もありますよね。じゃまずごぼうか から長めの乱切りかな。よし、もうちょい長く、ね、もうちょい、ね、これだとちょっとあのでかすぎるので、ね、ちょっとこれ半分に半分に切ったらここを半分に切ったらね、はい、半分に切ってあげて、ごぼうの乱切りもマスターしたいので、みゆき先生にお手本を見せてもらいましたよ。こっち、あ、ここら辺で一回切って、そしたらまた今度こっち側に切って、そうすると同じ大きさにずっとコロコロ転がすとなっていく。なるほど、私も挑戦してみました。そう、そうです、そうです。わあ、そうです、そうです。断面がこの方が大きくて味が染みやすそうですね。続いて皮を剥いた人参は縦に4等分にします。ごぼうと大体同じ太さ。本当だ。そしたら今度はごぼうと同じようにこれも乱切りにする。そうすると大きさを揃えていくことができますね。そうそうそう、乱切りってただ乱切りするわけじゃないんですね。そう、なるべく、いろんな食材がやっぱり筑前煮っていうのが入るので、はい、なるべくちょっと大きさを合わせて。大きさを合わせるために切り方も考えながら切るんですね。勉強になります。続いてレンコンの皮を剥いていきます。結構私もっちりしたレンコンが好きなので棒状に切っていきたいと思います。へー、レンコンって私聞いたことがあるんですけど、切り方によって食感変わるんですよね。まずこれを縦に3等分に切っていきます。はい、これを縦じゃなくて横に切るとシャキシャキ感が強いんですよね。これで今度は棒状に4等分ぐらいかな。はい、そうすると今度はもっちりシャキッと粘りが出る。うーん、炒め系煮込み系はこの切り方するかな。そうなんですね、はい、この形のレンコン筑前煮は初めて食べました。切ったレンコンは水につけておきましょう。さらに椎茸は半分に切って、薄切りの生姜は1センチ角の大きさに切っておきます。生姜はチューブよりも生がおすすめですよ。続いて鶏もも肉はたっぷりと使います。余分な油をそぎ落としたら、繊維を断つように包丁を立てて筋切りをします。筋切りができたら一口大に切っていきましょう。さあ、ここからフライパンで炒めていきます。まずじゃあフライパンにごま油を入れてください。あ、ごま油ですか。はい、いや、やっぱり中華風ですね、こういうところも。まんべんなくちょっと軽く外側を火を通すといいですかね。やっぱりここで一回軽く炒めておくことによって煮崩れっていうかボロボロにならずにキュッと締まるようになるので。へー、あとでもう生のまま入れて煮るじゃダメなんですね。そう、やっぱりちょっと初めに炒めてあげることによって、そのなんだろう、雑味とかアクとかが出なくなるので。鶏肉にある程度火が通ったら野菜を一気に入れていきましょう。これを木べらでいいかな。木べらでざっくり全体的に油をこのまましていくっていう感じかな。はい、やっぱりこの一手間、やっぱりただ入れてお水を入れるんじゃなくて、この野菜たちもこの油、鶏から出た油とごま油で少し絡めてあげることによって、はい、やっぱりその雑味が出なくなるんですね。この一手間が美味しくなるので、必ず軽く炒めてあげることをしてあげる。野菜に照りが出てくるまで混ぜながら炒めていきますよ。いやー、私筑前煮に作ってるんですね。でもさ、これさ、あのおばあちゃんたちに作ったら怒られるかもしれないけど大丈夫。確かに、ね、こう 和の和じゃない、和じゃないわよみたいな。野菜に照りが出てきたら、ここで和の出汁ではなく中華スープを投入。続いて生姜と鷹の爪を入れます。鷹
と爪入れると激辛になったりとかは、まあ、全然辛みよりもどっちかというと根菜系とかいろいろ入ってるので、うん、味がちょっと締まるというか、辛いわけでは全然ないので。そうなんですね、うん、はい。そしてここでみゆきの激うまポイント。今ですか？そうなんです。味付けでやっぱり今回中華風ということなので、味付けはオイスターソース。オイスターソース。そう、それだけ。オイスターソースあとちょっと醤油入れるぐらいで、はい、もうこれだけで深みが違います。そうなんですね。なんと筑前煮の定番みりん、酒、砂糖の代わりにオイスターソースなんです。さらに醤油を入れて混ぜずに煮込んでいきますよ。これで深みと旨味がプラスされるんですね。コトコト沸騰してきたら落とし蓋をしていきます。クッキングシートに切り込みを入れたものでも簡単に落とし蓋の代用ができちゃいます。これ落とし蓋してから何分ぐらい？だいたい10分から15分が目安かなと。あー、いい香り。筑前に絶対に美味しくてね。美味しくなんね。もう美味しいですね。美味しいですね。煮汁が半分くらいになってきたら落とし蓋を外します。よし、おお、照りが出てきたね。照りが出てます。しかも水分が結構少なくなって、このままちょっと放置、煮込んで照りを出していこうかな。はい、煮汁の量はお好みで。しっかりと照りが出てきたら火を止めて盛り付けていきます。わー、冷めてもさ美味しいからね。いやー、このお弁当にもいいですしね。いや、また次の日は時間が経ってからも美味しいよね。最後に彩りで茹でた絹さやを乗せたら中華風筑前煮の完成です。いただきます。美味しい。味しみしみ。コクがすごくて味が濃いです。そう、生姜の爽やかさに鷹の爪のピリ辛がアクセントになってます。でもやっぱりどっか味付けはオイスター使ってるんだけど筑前になってる。筑前煮の和風の良さも残しつつしっかりと中華の要素が。そう、レンコンもっちもちですね。ほんと、なんかこの切り方にするとさ、この食べ応えないけどこのもっちり感もね。これから私これで切ります。おかずにもなるぐらいしっかりした味付けなんだけど、別に濃いわけではなく、はい、やっぱり旨味が増した感じだね。しおちゃん、じゃあ今日の筑前煮ポイントは大丈夫かな？大丈夫です。オイスターソースを入れて旨味も深みもアップアップ。リクエストありがとうございました。ぜひ作ってみてください。作ってみてください。リクエストもありがとうございます。どんどんお待ちしてます。どんどん皆さん、どんどん来てください。